はい、お待たせしました。引き続き実況は私勝俣健二が、そして解説は佐々木久人プロにお願いします。そしてプレイヤーズ解説として先ほど対局を終えたばかりの荒正義プロにお越しいただきました。お二方よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは第2節2回戦終了時のポイントをご覧ください。各選手のポイントの横に書かれている黄色い数字は、その選手が打ったハンチャンの回数となっています。ここまでトータルトップは多いプラス 29.7 ポイントで一ハンチャン、打ち終えたということになっています。さあ、アラプロ、はい、この途中経過見ていかがですか。ですね、片山さんと瀬戸君さんがちょっと調子悪そうですよね。はい、でも打チャン数が半分以上残ってますからね。はい、まだまだ分かんないですよね。あの上のトップ、はい、2位の方も分からないってことですよね。はい、あの上3人は1回しか戦ってませんからね。はい、まだまだこれからといったところですね。そうですね。はい、はい、それでは早速、対局者の皆様に、意気込みを聞いてまいりましょう。会場の小笠原さん、インタビューをお願いします。はい、アシスタントの小笠原奈緒です。それでは順番にお一人ずつ意気込みを伺ってまいりましょう。まずはこの方、先ほどに続きましての対局です。ファン投票に藤崎聡プロです。はい、よろしくお願いします。先ほど2位ということで、今プラス 10.9、ね、6位ですかね。そうですね、はい、どうでしょうか。今回調子はいいんですけどね、はい、やっぱ皆さんね、現役タイトルホルダーばっかりなんでね、はい、やっぱ強いですね。はい、強いです。はい、頑張って食らいついていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。続きましてはこの方です。ファン投票1位、瀬戸熊直樹プロです。はい、お願いします。お願いします。現状結構苦しい位置にいます。そうですね、先月はちょっと全然手配もついてこなかったんで、はい、ただ今日相手も、内側になる相手ですし、はい、そういった意味では自分の調子を測る本当の場所が来たなと思うんで、はい、皆さんの期待しているような戦いにしたいですね。そうですね、ファン投票1位ということで、はい、期待がとてもかかっていると思うので、はい、そうですね、頑張ってください。はい、期待に応えられるような麻雀を打ちます。よろしくお願いいたします。はい、お席についてお待ちください。続きましてはこの方、日本プロ麻雀連盟会長推薦、前原雄大プロです。はい、先ほどは前原プロ麻雀素晴らしかったんですけど、大民館からのリンシャンツも痺れましたね。ありがとうございます。次の対局もどのように戦っていきますか。いや、もういつも通り自分らしく打てればいいから、はい、それだけです。はい、頑張ります。頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。はい、最後はこの方です。 RMU リーグ優勝者、大井高晴プロです。はい、よろしくお願いします。先ほど1回打たれまして、なんと首位に立ちました。はい、今プラス 29.7。 そうですね、まだ始まったばかりですし、はい、さっきのハンちゃんはちょっと、まあ、満貫だけ作ってて、はい、それがたまたまうまくいって、はい、それが上がれちゃったなっていうだけで、はい、まあ、たまたまで、まあ、そんな麻雀ではちょっとこのメンバーでは、まあ、勝ちきれないなと思いますので、はいはい、でも宝珠からのちょっと変えて泣いていって本一を上がりきった曲とかも素晴らしかったなと思ったんですが、ありがとうございます。ちょっとそうしてみました。はい、じゃあこの調子で頑張って。はい、はい、ありがとうございます。はい、以上の4名にて対局が行われます。会場ではこれより対局の準備を行ってまいります。はい、小笠原さん、ありがとうございます。さあ、佐々木プロ、はい、4社のインタビューを聞いていかがでしたか。はい、瀬戸熊多いっていう対決は結構最近、まあ、いろんなところで見られると思うんですけど、はい、割と楽しみにされてる方多いと思うんですよね。はい、僕最初に連盟入った時の方位決定戦で、はい、まあ、瀬戸熊さんと大井さんが当たったってことだったんですけど、はい、まあ、それからのライバル関係みたいな、はい、そういうところも見たいなと思いますし、あと、はい、まあ、前原さっきね、劣勢から2着に上がってるのもありますし、はい、まあ、メンバー的にはもう毎回毎回そうなんですけど、はい、楽しみな戦いですよね。さあ、アラプロはこの、ハンチャン、どういった戦いになると予想されますか。いや、難しいですよね。はい、瀬戸熊、藤崎、前原は、はい、過去に王位戦、鳳凰戦とか決定戦で何回もぶつかってますからね。はい、前原が前回、はい、ラスから2着に繰り上がったじゃないですか。はい、でトップまでまくる勢いだったのが、はい、このまま引き続いてきそうな気がしますよね。
今日の調子というかそういったところを見てということですよね。佐々木プロはどういった戦いになると予想されますか。やっぱこう前原が今度ガシが攻めていくんじゃないか、やっぱそういう印象ですよね、はい、でも本当に瀬戸熊さんも割と後がない感じだと僕は思うんですけど、はい、ぜひともトップ取りたいと思うんで、はい、そういうところですね。本日の1回戦目を見た印象では、うん、前原はあまり仕掛けを対応してこなかったなという印象なんですが、そうですね、面前でしっかりっていう感じでしたよね、はい、1回ペンサンソのらしいリーチありましたけど、はい、うん、今回どういう戦いになるかね。まあ、藤崎、大井、瀬戸熊の3者は、まあ、まず間違いなく面前型といえるタイプですよね。前原もどちらかというと最近面前寄りですよね。そんな仕掛けあんまり入れなくなってきてるんで、はい、手がぶつかりそうなイメージですよね今回も、うん、はい、ありがとうございます。それでは対局場の準備が整ったようです。対局を開始してください。よろしくお願いします。さあ、第2節3回戦が開始されました。3回戦はチーチャに藤崎、ナンチャ大井、シャーチャ瀬戸熊、ペーチャ前原の並びとなっています。トン1局、親は藤崎、ドラはパーソー。さあ、親の藤崎の手牌はこちら、ドラのパーソーが1枚、ピンズで両面ターツもあります。しかしカンちゃんやペンちゃんも多い形。第1打はシャーから、こちらは大井の手牌、統一が3組、第1打は9走。瀬戸熊の手牌、チュンがアンコウ、橋の大井手牌。そして前原は2メンツ完成、そして想像は3メンちゃんの形、かなりの高ハイパイ。やはりハイパイでは前原が一歩リードといったところですか。瀬戸熊の手も結構楽しみですね。端に寄せましたかね、第1打。はい、ピンギリで次移りますけどね。さあ、大井は統一が4組です。瀬戸熊の角は両ピン、ここはちゃんた系に向かいそうです。パーマン切り、前原はウーマン、これは3色も見える形となってきました。おー、パーマンですか、リファじゃなくて。普通リファだけど ね、そうですね。やはり重なパーマンの重なりの方が嬉しいということですよね。どうでしょう、ここでパーマンから打ったということは慎重に入っているということですか。そういうイメージですね。前原さんも大体ああいうのはね、パーマン打たないですからね。本当に広く構える、一回でもミスしたくないって感じですね。そうですね、はい、あの流派の押しは珍しいね、うん。さあ、こちらは瀬戸熊の手牌、ドラのパーソーが重なった。これでちゃんとは見切っていくか、うん、一枚切れのトンを打ち出していきます。前原数万が重なっていいシャンテン。あの藤崎の2枚目のトン、はい、早いじゃないですか、はい、トンで、はい、だそれを意識したのかもわかんないね、うん、前原はね。なるほど、リュウハを残した8万先に切ったんだ。藤崎のダブトンがスピード感を表していると。そうです、そうです。さあ、そして前原絶好の換算ピンを引き入れ、一数小さお待ちでリーチに行きます。ここは藤崎現物の馬を中抜いた。なんとなくあれだね、生命、あのマグマの塊で、ね、前からの。そうですね、ほんといつもそうだよね。そうですね、技術なんかないじゃないかってこれだよ。さあ、そして前原チーソーを一発でつも上がり、メンタンピン一発つも2004戦の上がりです。いや、荒プロがおっしゃっていたように前原が1回戦の好調を引き継いだかのような立ち上がりとなりました。瀬戸ちゃんもこのままずるずるとはいくとは思えないんだよね、はい、40ぐらいへこんでるんだけど、はい、彼の場合ほら1回で取り戻しちゃうパワーがあるじゃないですか、はい。さあ、トン2曲、ドラは両万、親は大井。親の大井の手牌、ドラのリャンマンが2枚、初が統一、マンズの本一も見える形。こちらは瀬戸熊、第一つもでカンチーピンを引き入れました。ペーから打ち出していきます。藤崎のつもはイーマン、ピンズで一メンツ完成。しかしここは自牌を温存しながら、さあ大井、ここは本一に向かう。そうですね、初戦はかなり重く打って仕掛けもそんなになかったんですけど、はい、これどうですかね、ドラ2枚ですから。
や、急所が泣くでしょう、うん、どうでしょう、王位の手牌の現状の急所というのはどこになりますか。折りが出ました。初を仕掛けた、まあ、初泣いた、うん、あとはチーワンとサンワンですか。はい、そこら辺りが、うん、仕掛けたいところを、いや仕掛けるというか急所になりますね、はい、だから泣いて泣いた方がいいでしょうね。ただ7万泣いたら3万は出ないだろうし、3万泣いたらチーワンは出ないでしょうね、はいはい、まあ、そしてあの本日の王位自身の1回戦を見た限りでは、こういった初の一泣きはこれまで入れてこなかったということから、打点などもかなり読みに入ってくるところでしょうか。さおいはマンズの本一イーシャンテンとなっています。もうほとんど泣かないですからね。はい、藤崎が上茶の藤崎は苦しい手牌なだけに絞っていくことが予想される。も何も出ないと思いますよ。どうでしょう、しかし川からマンズの本一とは断定しづらい状況ですよね。いや4層ローソを切ってるんで、一応マンズが本線でしょう、はい、味方としては。さあ瀬戸熊、ここは一通の形のイーシャンテンに構えています。あの相図は全部見切れるんだけど、はい、ピンズは若干まだ残ってますからね。さあこれ藤崎差し子の三色含みのイーシャンテンとなり、チーマンが出た。そして王位はペンチーマンで仕掛けてドラの両万切り、三万は川に一枚打たれていました。かなり苦しいところでもあります。まあ一通ですか。そうですね、一通だから一緒ですもんね。はい、まあ元々ドラあるので、はい、マンガはマンガンでした。このウーマンが当たり。いやこれはウーマンでの宝珠となった。珍しいね。ここは初本一一通ドラ一。チーワン切りまではよく見るけどね、うん、もう行くって決めてたんだろうね。1万2000の上がりとなりました。いや藤崎からしたら本一に見えなかったという。いや見えたでしょ、うん、見えそうですね、想像のカンチャン払ってますしね。はい、それなのにペンチーワンターツが残ってて、ずいぶんあっさり打ちましたね、はい、ちょっと意外な一打でしたね、うん、珍しいよね、うん、さあそして、はい、普通は最初のチーワンも切らないですけどね、うん、差し子はあっても、はい、あの E1 切るとかね、例えば雀頭のパーソー統一落としして様子を見るだとか、うん、まあねはい、特に安手だったらやっぱり想像のカンチャンターツの方残しそうですもんね、はい、ペンチーワンよりはスーソーローソー残しそうなんで、あれは珍しい、うん、そうですね、ちょっと意外な。さあそしてトン2曲1本馬多い連チャン、ドラは3万です。藤崎トンがあんこになりました。第1打はシャーから、親の多いは若干苦しい手配か、イーマン切り、瀬戸熊の手配にドラの3万は1枚、前原の手配も、ね、はい、多いからするとかなり感触、まあ、結構長引きそうじゃないですか、あれいいとこ泣けたんですけど、はい、あとは自力になるかなぐらい思ってたと思うんですよね、はい、あんな簡単に上がれると。いや、チーワンも泣けるとは思ってなかったでしょ、あの自分で引き込まないとダメだもん ね、だからあれはかなり珍しい。そうですね、ただ序盤の勢は割とおとなしめに打とうという意識は見えましたけどね、はい、うん、まあ、急激に角が伸びたことも前に出た大きな理由かもしれません。あの差し子の3しかあったんでしょ。ありました、ありました。だからイワン、リャンワンがドラだから、そうです、ね、イワンよりも中盤切ったんだよね、うん、ただ出親で2000温泉の親かぶりしてますよね、はい、だから普通あんまり行かないんだけどね、うん、僕なんか割と行こうだけど、うん、藤崎が行くのは珍しい、僕初めて見た、ああいうの、うん、さあこちらは藤崎の手配、ここはかなり慎重に打ち出していっています。かなり角が伸びてますね。さあ、青い角が伸びてイーシャンテンとなった、うん、1戦目もね、なんか調子良かったんですよ、青い、うん、は、はい、と見てて分かるんだよね、はい、一緒にやってて、うん、はい、ああもう次手入って来られるなと、はい、だから泣いて上がりに落としに行ったら、はい、あの急便で打ってしまった、急便で、うん、あの漫画打っちゃったんだけどね、はい、
あの藤崎の方、はい、まあ、あれも止められる牌なんだけどね、うん、まあ端でいちいち降りてても勝負にならないなと思って切ったら漫画だもんね、うん、さあ藤崎はかなりチュンチャンパイから打ち出していっているところ、おい、これで手広いシャンテンとなった。瀬戸熊マンズが後継に変化したいいシャンテン、先に攻めないと多分大いにやられるよね、うん、さあ前原はドラの3万が1枚浮いている状況。さあこれで藤崎もいいシャンテンとなる。1万2千打ってますからね、流派泣かないかな1枚目。例えば仕掛けて本一に行く手も考えられますか。あ、十分ありますね、ありますね。さあこのチューンはションパイつもぎる、うん、まあ、2万切って、はい、あの切れば、はい、あの渡りを見てるんですよね、はい、やはりドラが3万なだけに2万は温存した、うん、さあそして3万を引き関連ピンでの転配、連ピン2枚切れ、うん、でそれあの1枚切れでもションパイでもいかないから、うん、さあそして瀬戸熊スーピー引き入れた前順イースを切って打点を見ていた瀬戸熊、リャンウパーマンでの転配リーチに行きます、うん、嘘残しもいいですよね、はい、うん、リャンソーがジャンとなった時に連単ピン、さあ藤崎ここはリャンウパーピンに変化、リーチもあるか、リーチでしょう、黙ってん、あ、現物持ち、現物だからね、でもリーチもあるね、これ1、2巡様子見てリーチ行くことも考えられますか。いや勝てる気がしないんだと思いますよ多分、うん、はい、あの前回の打ち込みで、うん、打点と待ちから言えばね、あの現物とはいえ追っかけリーチで全然おかしくないと思うんですけど、三面ちゃんだからね、うん、そうですね。さあ前原ここは発を考えている、ここは後での押し返しに備えてる演奏からか、一巡だけ待つのかな、リーチかな、これで打たない、いや、やっぱりあんまりいいよ、感触が良くないと思ってんだ ね、 んね。さあ、おい、このチーソーは瀬戸熊のリーチの無筋、自身の目から4枚見えているチーソー、ひとまず現物のいいピンということは最後までやみてんですよね、レオンパーキー、いや、危険牌掴んだら打つでしょ、これこれで打つんじゃないの、いや、まだやみてん、やめてにしても意味ないと思うけどね、そうですね、結構強いパイ切ってますもんね、うん、特に闇点の多い人ですからね、みんな警戒すると思いますからね。前原もいいシャンテンとなっている、前原は多分あ、あ、いっといったわ。さあ藤崎ここでつもぎりのリーチに行きました、マチュアリアンウパーピン、みんなどういう意識ですかね、突然これどうでしょうか、大井がローマンを打ってでもう前に来ていないと判断してのリーチということでしょうか。うん、そうですね、全員の出方見てですね、大井の攻め返しだけは警戒したということなのか、うん、藤崎リャンウパーピン、瀬戸熊はリャンウパーマン、でもあんまり自信持ってないんだろうね、そうでしょうね、うん、そうですよね、うん、手応えあれば即リーチですよね、うんうん、あのローアン切ってもリーチいかなかったぐらいだからね、うん、さあ前原転配ドラの3万を打ち出せば転配し、あ、まあ、前順に決まったんですね、はい、うん、ここは藤崎の上がり、リーチトンドラ1500は5500の上がりです。そういう闇点だったのかっていうところですね、三者からすれば現物待ちデート、うん、はい、さあそしてトン三曲親は瀬戸熊へと変わります。いやてね、瀬戸熊の顔、いや瀬戸熊からしたらまだ2回戦終了とは時とはいえマイナス40ポイント、うん、この半チャンスプラス2はしたいところですよね、ラスクとかなり足切り濃厚になっちゃいますからね、半チャン6回終了した時点で敗退者が出てしまうんですね、うんうん、そのな枠に入っちゃうでしょう、はい、あのもう一回ラス食うと厳しいんじゃないかな、はい、さあ前原ドラの3品が統一、
それはあの瀬戸熊自身が一番分かってるんですね、はい、非常に感触のいいテンパイの配下だと思いますけどね。あの嘘の子じゃなんかもすごい良かったと思うし、あのなんでこれでダメなんだ、ね、と思ってると思うよ、はいはい。これは前原どっからでも仕掛けるんじゃないかな。さあこちらは親の瀬戸熊、瀬賀秀連ちゃんが欲しいところ、そしてこちらが前原の手配ドラドラタンヤオ。そして藤崎の手配にドラの3品は1枚。やっぱりはい、チームガラクタとしては全て仕掛け、ね、おそらくはい僕はそう思いますね驚いたね、まあ、チーピンだけはちょっと行きづらくも見えるんですけどね。ウーピンは仕掛けづらいと思うんだけどウーピンですか。ウーピンはちょっとねさすがに、はい、ウーピン以外は全部仕掛けると、うん、ポンはやっぱり一番泣きやすいところでしょうね。ポンの方がやっぱり迫力あるもんね、はい、チームよりはね、はい、まさにトイトイ変化からの跳ねまんまで、うん、見えると、うん、何があるか分かんないからね、うん、ポンはね。さあこちらは藤崎の手配一面つ完成しました。大井は地風のペイがあんこです。瀬戸熊一面つ完成。ゆったり行くならいいピンか、ここはスピード感を持った打牌、数ピン切り。おお、数ピンですか。ドラにちょっと対応できなくなりますね。はい。さあ前原チーピン引き入れ数層切り、うん、藤崎統一が4組。前原いい射点、いい射点ですね、はい、あのパーピン残しが見ようだね。統一でもまだ見ているということですか。いやあのパーピン残しはちょっと三蔵、あ、梁村が切ってるから残したのかな、はい、うん、さあ藤崎はここで丹谷に渡っていく。多いはサブローアンダブルメンツですけどね、まあ、泣かない感じかな。トップ目でね、どうしますかね。これはもう即リーでしょ。そうですね。さあそして前原換算万での天杯リーチに行きます。藤崎ドラの3品が重なる。山2枚、そうだね、うん、積もるんだよね。2枚もあると1枚でも積もっちゃうんだよねこれで大家対応ですね。さあ瀬戸熊まっすぐ行くならば三層かチーピンか、ここは現物の連想、うん、瀬戸熊はだってもう行っちゃうでしょ。いやしかし今現物の連想から行きましたね、うん、数層がまあ3枚切れてはいました。やっぱあの三面ちゃんのリーチ負けましたからね、感触悪いと思ってますね。いやもうだってそんなこと言ってる暇ないでしょ、うん、もう行かないとダメだよね、うん、おっとあんこにしましたよ。さあこれで瀬戸熊攻め返しやすいイーシャンテンとなったか。普通はこういう時もうダメだと思うけど前原なんか分かんないもんねそうですね、何回も言ってきましたね。ラスハイのボヨンって引いちゃうんだよね、うん、軽々何回も見てるでしょ。見ました、もう何回も見てます。さあ藤崎の手配に3万が来た。これでもう瀬戸熊大チャンス。藤崎から3万が出ることはもうなさそうな状況、うん、100% ないでしょ、はい、さああとは瀬戸熊押し切るのかどうか。押し切るでしょ。ただ E ピンが2枚切れましたね今ね。ひとまず E ピンとなるのか。ああここはローピン、パーピンも買うに3枚切れ。9枚も嫌だもんね、うん、8万切りリーチで。さあ多い再びチートイツのイーシャンテンへと。瀬戸熊怖いイーピンのトイトとシリアンシャンテンへと戻す。ローマンが通った。まだ冷静だね、うん、藤崎は、うん、現物の数は十分、降りるならば大丈夫ですがピンズが伸びれば危ないか、うん、さあ多いイーシャンテン、ここはイーシャンテンをキープ、イーソー切り、
まあ、確かにこの形からね無謀に突っ込んでってさらに大きな失点するのは痛いですよね。一回ここ我慢して、まあ、難波の親もありますからね、そういうところもね。このペイは通っている、まあ、大体いっちゃうんだけど、まだ新ブレーキ、はい、足かかってるかもわかんないね。サオがチートイツテンパイが入った。チーソーは今通ったところ、ここはチーソー切り、さあ瀬戸熊ダブトンが重なる。トンがでもあれか多いともちもちですね。瀬戸熊イーシャンテン、前原の町は閑散満。でも3万も出ないですね。藤崎も上がりないですからね。さあ葵、ここはスーピンのつま上がり、見事なチートイツ、つもチートイツ800戦600の上がりです。なんか無視掴んですぐ降りだったんですね。そうですね、丁寧に回りきって、うん、これ大きいよね。大きいですね。さあそして親は前原へと変わります。さあここまでのトップ目は大井44,200点、2着目は前原36,200点となっています。ドラはペー2枚、前原の手配にドラのペーが2枚、ソーズで1面通、ピンズで統一が2組、藤崎にドラのペイが1枚、白が統一、大井は初春が統一、ペイが1枚。これ一色まで行くんでしょうね、おそらく。全てになりそうだね、はい、前原はテンパリア即リーチ。そうですね見えてるもんね大井とすればね、これ連勝できたらかなりね、今後展開がかなり楽になるので、はい、やはり先ほどの2回戦でもお話がありましたが、まず8名に残るというよりも決勝に向けてポイントを持って次のステージに進みたいところですよね。うん、そうですね。はい。伸ばされる時は伸ばしてくるでしょうね。はい。本一できましたね。はい。大井はピンズの本一へと向かっています。藤崎1枚目の白は仕掛けません。かなり苦しい手配、ね、2枚目も仕掛けなそうですね。瀬戸熊もかなり苦しい、関連層引き入れ2面詰めは完成となります。前原も縦ですか、チートイツでも早そうですかね。形が結構ゴツゴツしてるので、大井もチートイツっぽいじゃない。そうですね、もしかしたら統一馬だよね、これね、うん、さあこちらが大井の手配、そして瀬戸熊、瀬戸熊は2面通できています。お、さあこのチューンを大井が仕掛けた、仕掛けましたね。これは少し意外に見えたんですが、うん、そうですね、形結構不安定ですからね。前原の親というのも大きな要素ですか。うん、パーピンが、いやそれは関係ないでしょ。関係ないですか。うん、関係ないでしょ。あの手で仕掛けてるんですよ。マンガンの手をクラスの手って言ってたからね。はい、パーピン、チーピンときましたね。メンホンチートイツみたいになってたね。そうですね、メンホンチートイツシャンテンになったし、トイテンの含みもありましたね。瀬戸熊も手配を目いっぱい広げた。前
前原は形が少し重たいだけにターツの振り替えを狙っているか。ピンズの一色が結構見えてますからね。ローピンもどこで話すか難しいし、ローピン話すってことはほとんど統一ですもんね。はい、さあ瀬戸君、まあこれでいいシャンテン。3層は1枚切れ、ここは3層切り。いやー多い、ピンズが伸びない、うん、チーピンパーピンで流れたから、はい、あんまりもうダメなのかもわかんないね、うん、本人は知らないだろうけど、はい、さあこれで前原イーシャンテンとなった。難しいですね、まあ、ピンズ決めたいところですよね、うん、ここは小さ、リャンゾー切りもあるでしょ。ありますね、想像結構捨てられればいいですからね、うん、安いし。リャンゾーだと感動するってね、うん、なんかいい街に見えるけど、どうだったか。さあこちらは藤崎、藤崎はもう大井の川に合わせてピンズを絞っているという状況です、うん、さあ瀬戸熊イーシャンテン、これは 1,2,3 の3色も見える。川にはしかし3万が3枚切れ、3枚切れでは 1,2,3 は見づらいか。いいワンでしょう。わあ、ここはいいワン残した。じゃあペンサワンだったらリーチ打っちゃうと思うとこ、うん、さあ大井はもうこれはそろそろ上がりは苦しいという状況になってきた。大井くんみたいな手の時さ、はい、ギャンピンポロッと手出しするとね効果あるんだけど、ね、あ、なるほど、余らせ相手にプレッシャーをかけると、うん、そうそう、もう手が全然ダメじゃない、パイが呼び込まないから、はい、でついでに相手も下ろしちゃうっていう感じで打つ時はある。瀬戸君はテンパイを逃した。おっと、まだ何かローピンですか。どうですか、まだピンズは打てる状況なのかどうか。ういや打ちますよ、余ってないから。だけど両層切りもあるけどね、はい、ここはローピン切り。3億狙ってるのかな、あれ何狙ってる考えてるのかね。まあとにかくテンパイ優先でしょう、ここの順面になれば。どうだろうな、なかなか泣けるパイが出なそうですかね。俺リーチかけると思うよ、うん、テンパったら、うん、前原、はい、当然ね、リアンソーが泣けないし、まあ泣きたいのはピンズですからね、あとドラですから。自力か、自力でいくしかないですよね。瀬戸熊テンパイできない。前原キューピン、これも積もぎっていく、うん、残り積も1回ですかね。前原さん、まだテンパイ目指しますね、最後の1回にかけて。親だからね、大きいもん ね。さあ瀬戸熊もいいシャンテンです。テンパイできず、ここはイーマンがかなり打ちやすい牌、そして前原が入ってテンパイできるか。テンパらず、うん、ここは全員ノーテンで流局となりました。上2人下部、藤崎と瀬戸熊が競りだもんね、はい、うん、はい、まあ多いからすればね、この前原の方が落とせたんで、まあ、上がれなくてもそれはそれで OK かなってところでしょうね、うんうん、もうこれでなんとなく2着が入ってる感じだもんねトップはまだだけど、うん、とりあえず2着は確保の展望だしね、はい、うん、さあそして何局一本馬、親は藤崎、ドラはリャンピンです。こちらは瀬戸熊の手配、チューンが統一、ピンズで一メンツあります。前原の手配、統一が3組、ドラのリャンピンが1枚、親の藤崎は総図で2メンツ完成している。なかなかスピード感のある手配に見えます。大井は統一が3組、瀬戸熊ピンズの1通も見えてきた。
パーソーチーソーと引きたいところですかね、藤崎。さあ、大井はトイツが4組、ここはまたチートイツに向かうか、3ピン切り。大井やっぱチートイツうまいなって印象ありますよね。はい、うん、さあ藤崎ローマを引き入れた、ここは単品方向に向かっていくか、急走切り。さあ前原もトイツが4組となった。ああ、チビヒだ。さあこちらここは打点を取ったウッパーマンに受ける、そして黙ってパーマンは川に1枚切れ。これイースチーソーのリーチもウッパーマンのリーチも考えられるところですよね。まあパーマンは1枚飛んでるからね、普通イースチーソーでかけるけどね。さあウッパーピンのノベタンに変えることもできる。ここでリーチかな。9ピンが3枚切れ、ピン図がよく見える。あ、ゴロチを見た。そうですね、一手代わりですね。いやー、藤崎ここはダマ点継続、19,700持ちで。いやだけどさ、チーソー引いて上に上がらないといけないんでしょ、うん、普通かけるけどな。さあ前原チートイツ、ドラが重なって天敗トンタン機でリーチに行く。すごいな、無駄相撲なし、無駄相撲なしです。ここは藤崎押していく。このチーワーは怖いよね。強い、藤崎がスッと切るチーワーはもうまず大体天敗だもんね、うん、トンは3枚山に残っている。ここは藤崎の上がり、単品2900は3200の上がりです。ここは藤崎上がりきった、1番切ってリーチもかけたくなるよ、ね、いつも切りリーチも十分あったと、うん、ただまだね3色あるし分からんもんね。ああいうので平然と上がるあたりが大したもんだよね。普通はよく見られて、はい、リーチ一発と裏技のリアハンを見の、うん、損したなと思うんだよね、はいはい、さあそして藤崎連チャン難一局日本馬ドラは3万です。まあ、前らからすればねリーチ打たれなくてよかったなって思うでしょうか、うん、はい、ね、さあ藤崎はピンズで一面つ両面とアツも2組あった。大井はピンズで一面つ、1、2、3の3色も若干見える形。今のトンマチも絶好だったんでしょ、はい、3枚残ってました。掴んでも出てくるような牌でもあるよね。ありますね、はい、何の一曲だ、うん、藤崎のツモはローマン、ここは急走切り。これはどういった前原今顔かなりなんか全曲を振り返っていたように見えたんですけど、うん、そうですよ、なんでリーチかけなかったんだろうっていう顔、うんうん、はい、藤崎の手配をそらんじたんじゃないですか、はい、今、うん、藤崎の心理状態などを考えていたということですか、うん、手配も考えて何か3色目があったのかなとか何か考えたと思いますよ。頭いいからね、もともと。さあこちらがその前原の手配、そして親の藤崎、うん、さあ藤崎単品3色いいシャンテン、絶好でね、これ決まればトップまで突き抜けていくもんね、うん、6000オールでね。結構こう記憶を呼び戻すときに天井の方を見て考えるときありますね、はい、前原は、うん、なんでリーチかけなかったんだろうとかね、うん、こういうケースはどうなりやすいかとかね、はい、そういうのを多分振り返ってたんじゃないですかね。頭いいからね。そうですね。横文字で英語やんかで分かんないとかあるでしょ。すぐ、まあ、これどっちどういう意味だって言ったらすぐピュッと返ってくるんだよ。だから分かんないことは前からに聞けば、うん、そうですね。さあ藤崎ここで考える、数万が2枚切れで、スッチーマンが少し弱く見えているか。
まあ、しかしここは手役にこだわる嘘切り、まあ、数層も手に1枚使ってるし、はい、数値1は3枚切れですからね、はい、ちょっと迷ったんでしょうね。数番引ければね確定になりますもんね。単品3色やっぱり想像払いそうだな。いや想像払うでしょう、うん、やっぱり 3色をに対して失礼でしょ。そうそう、ね、怒られちゃうよ、はい、本当に。さあ瀬戸熊、ペンチーマン引き入れイーシャンテンションパイの名を打つか3色を見る、ここはキューピン切りとした数万のね、ちなみにダメの連打が来れば、さあ、リアンピン、ビッキー、そしてダマテン、ま、ですね、いや、ここも再びダマテン、いや、いつかかるか分かんないですよ。2枚ずつ切れてます、これ最後までやめてんでしょうね、きっとかなりいいんじゃないですか、そっち側っていうのは。いや、掴んばみんな切るんじゃない、うん、なんか例えば前局は街もパーマ1枚切れてましたし、あの藤崎ここまで あまり勢いがないく見えたので一回上がりをというふうにも思ったんですけど、このダマテンはかなり意外ですよね。なかなかできませんよね、これ。いや、そして上がりとなった藤崎、単品2900は3500の上がり。休め出てもしょうがないっていう感じだと思うんですよ、はい。まあ、少なくともリーチであれば前原のチーマン切りはなかったですよね。あの数万かチーワンはどっちかは、はい、あとは運に任せるって感じでしょう、うん。まあ相手のダメージがね数万だとかなり大きいですもんね、はい、大きいなんてもんじゃないのガクッとくれてますよね。捨てない1曲3本馬ドラはパーソー、うん、藤崎連ちゃんこれも闇天なのかってみんな思ってますよね。そうそう、いやで、うん、だからこういう時に今度ガラリをかけると効果がある、ね、いやこれ次藤崎のリーチには相当な手配じゃなきゃ踏み込みづらいですよね、うん。さあ藤崎の手配、白が統一ドラのパーソーが1枚、まあ、そして今アラプロがおっしゃってたように次藤崎が例えば苦しい形でリーチいって、まあ、その布石だろうと思っていても踏み込みづらいですよね、うん、やはり、はい、踏み込めないでしょう、はい、うん、あ、満貫テンパってれば、うん、腹くくっていく可能性があると戦いに出るだろうけど、あの医者店で危ない、あの無筋を2枚持ってたらもういけないですからね、はい。前原かなり狭く構えてますね。やっぱりこの親は怖い。2曲連続補充となった、うん、まだまくられてはいないけども、うん、まだ勝負は分かんないじゃないですか、うん、前原も親もラス親持ってるし、はい、全然分かんないんだけどね。でもやっぱり親を中心に手配の構成を考えるよね、はいはい、やっぱこの親はかなりもう怖いですよね、ということで手を狭く構えましたよね。さあこちらは瀬戸熊の手配、ドラ入りで一面つ完成している、しごろの3色も見える形藤崎は想図の本一に向かうのかどうか、いいシャンテンではあります。白がでもあれかもちもちですね、本一行きたいって言ってたね、はい、藤崎ね。これ藤崎は現在ポイント 10.9 持っていることで、うん、ラスにならないようにという考えでのダマ点ということもありますか。いやいや、それはないでしょう。ないですか。うん、ないです。あのラスにならないように打とうとするタイプじゃないですか、はい。今のローアン切りはもう完全に本一意識してますね。リアンスを引いて、まあ、急ぎりが一番手は広いですけどね、はい、自分でもリーチだったかなっていうあれは持ってるはずです、はい。さあ、追いがまた重ねてきて、あの数値ワンの時はないけども、はい、前原のウーアンで取った時はリーチだったかなとは思ってるでしょう、はい。でもその絵が
藤崎の麻雀だから、はい、それほど後悔はしてないでしょうね、うん、自分のフォームだという頭があるから。さあ藤崎想像は引いたもののこれでも行きやすいけどね。これイーシャンテンキープできないですよね、満足と、うん、ここはイーシャンテンに受けた。ルパンよく見えるけどね、うん、いやこれでもここも2局のおかげでこの急ぎり名本天杯にも見えなくないですよね、うん、ないですね。今王位がかなり止まりましたもんねやばいなみたいな雰囲気で。あれペンチーソーでワンゼ引き入れてペンチーソーで打ってもみんなベタッとくるよねベタッとなりますね。これはかなりの効果でしょうね。さあ王位はチートイツリャンシャンテン、うん、藤崎を警戒しているところもあるか。瀬戸熊ここはウースをつもぎり。瀬戸熊は怖いものないから羽まんまで見える形です、うん、瀬戸熊テンパれば残球でもリーチ打っちゃうでしょうね。休み引きでもリーチに行くと、まあ、そうですそうです。多少怒ってる部分もあるしね、うん、かなり真剣な顔つきですよね、うん、かわいい怖いよ、うん、目見ないようにしてやるさあドラですか。ドラのパースをつもぎった、うん、もう行くという意思、うん、意思の表示だもんね、うん、あれね飛んだ相手。ここで合わせましたね。さあ大井はドラのパースを合わせ打ち、うん、瀬戸熊転敗できない。前原ももうここは藤崎を警戒してか。いやあと瀬戸熊も嫌でしょう、はい、ですね。パースを切ってますしね。こんなのすぐトーン切れるんだけど、うん、もうあちこち警戒してるから、うん、大井のパースも合わせてはいますけどね。手合いがどうなってるかは、まあ、分かんないもんね。分かんないですよね。さあ藤崎ここは瀬戸熊警戒か現物の嘘切り。さあ大井チートイツイーシャンテンとなった、うん、瀬戸熊は転敗できない。やっぱ場面の状況に合わせてうまいですね。重ね方もうまいし大井安全に行きながらなんか一回戦もそうだけど全部うまくいってるよね、はい、うん、巡り合わせというか。そうですね、丁寧にやってますよね。でもさあ藤崎の星ウッパーマンはパーマンが川に4枚切れとなっている。ここで折りを選択、うん、瀬戸熊高めローピン引き入れたしてリーチに行く。町はサブロッソーローソーがアンコってたんですか、ね、サブロッソーしかし各1枚ずつ残っています、うん、じゃあ分かんないね。藤崎も行きづらい。ここで折りになりますかね。パーソーかまずパーピンもあるよ。ここはパーソー切り、うん、3層が来た。来ローソーが残り1枚。瀬戸熊の角はここはトンの角切り。あと1枚だね。あとローソーが1枚、はい、さあ藤崎このいいピンは打ちづらいか。ひとまず急走かパーソー先切りなだけに急走はかなり通りそうにも見えます、はい、まあいい走もあるんじゃないの。打点はでもありそうですもんね。ノータイムでパーソー切りでしたからね。迷わないで。そして安全牌を切ってのリーチ、うん、あいには打てませんよね。瀬戸熊の角は残り1回瀬戸熊以外の三者は折りを選択。さあ瀬戸熊最後の角ここはリャンマン、うん、力の入り方から言ってもかなり打点がありそう。さあ多い現物が
ない中筋のウーマン、ここは瀬戸熊一人天敗で流局となりました。さあ難2局親は多い難2局4本場です。さあここまでトップ目が多い2着目前原3着目藤崎4着目瀬戸熊となっています。ドラは数走、さあ多いペーガンコドラの数走が統一、チーマンも統一、ナンも統一、これはチャンスで決まると大きいね。第1打は9ピンから、多分ドラドラだからスーアンコまではイーシャンテンならないと思うんだよね、ローアンかな。いやここイーシャンテン取らないですか。あーローマンからいった、あのトンギリもあるけどね、焦らず。やっぱトップ目の多いって親、多いの親ってこともあるかもしれませんね。できれば大きく被らせたいみたいな、まあ、手配もそこそこまとまってますし、チャンタは最低逃したくない。いやマンガンは欲しいよね、そうですね。これ今度7、8区見えてくる、こちらは前原マンズで一目ずつあります。多いが一番いいね、多いの、ね、親の手がね、はい、泣いても OK だもんね、何がどのタイミング出ていくかですね、この瀬戸熊の。いや、もうこれいつ出てもおかしくないぐらいの状況ですよね。ただ瀬戸熊としても重ねたいとこですもんね、ちゃんとだったらね。できれば純ちゃんですけど。なんかただいポンするよね。しますね。これはしますよね。5%、7%確定だもんね。はい、そうですね。さあ前原リャンマンから仕掛けた、これはちょっと意外。いやあの積み場取って、あれ邪魔な積み場は取ろうとしてんじゃないかな、まあ、さらにあと大井の親を蹴ってラス親にかけてるのかもしれないね。ナンバに入ってから前原はもう全く手にならないといった状況続いていましたよね。打開しに行こうということもあるか。あんまりこういう形から仕掛ける前原は見ないですね。見ないね、見ないです。仕掛け割と精度高いし、はい、泣いた時は割と形がまとまってますからね。3番も早いね、中打つけどな、これでイーシャンテン。さあ前原はくっつき天敗のイーシャンテン、これでもう全面戦争になるんですかね、おそらく、前原ですか、イーシャンテンですけどね。多いとは戦いになるよね絶対、大井もこれは仮定したいもんね。さあ瀬戸熊ここで難が出るのかどうか、難切り、この難は大井が仕掛けていいシャンテン。ただ今回は点数がまだわからないですね、大井の仕掛けは。前原の仕掛けに対応したとも見えますし、はい、これ両マンを勘するのかチーピンを打つのか、勘しました。わあ、ドラ乗った。カンドラは両ピン。もう絶対折りなしですね、これ。さあ、前原あんこの両ピンがカンドラとなり、一気に勝負手となった。大井はトイトイもありますけど、まあ、ローソー1枚切れてましたね。まあ、ローソー切れは普通でしょう。うん、トイトイまで見ないでしょう。瀬戸熊はリャンマン感が入ったので3万切り。あれ、スーソーチーソー先に形が決まると前原のウースは危ないってことだね。どっちにくっつくかですけどね。ピンズがパーピン3万切りですか。さあ、多いイーシャンテン、ここは暗観せず、まあ、これは普通 しなくても普通だね、はい、もう打点がそれなりにあるということですか、あとトップ目であること、はい、場はあんまり荒らす必要はないということですね、はい、
まあ、関すると安全牌候補ももう全くと言っていいほどなくなってしまいますよね。まあ、前原が果敢している以上はまっすぐ攻めてくると分かってますからね、はい、下手にドラを増やすよりはできるだけ安全な方と、はい、うん、さあ瀬戸熊くっつき天牌のイーシャンテンの形にはなります。イーマンが1枚切れ、まあイーマン切ってもいいけどね、イーマン狙ってんのかな。重なりを見ているとさ、前原は形が良くなった。今少し斜め切りしなかったしましたしたよね、しましたねあれだけ危ないのよ、うん、さあこのスーピアポンテンが入るポンだね。どっち、まあ嘘かな、嘘だよ。3ピンを狙いに行くと、ただインピン来てるんですよ。フルテンか、はい、でも嘘切るんじゃない、ここは嘘切り。3ピンの方が山にありそうにも見えるから、うん、さあ藤崎もいいシャンテンとなった。この嘘を仕掛けて大井天杯、ここはシャンポンに受ける。瀬戸熊のツモはチーマン、イーマン短期か、イーマン短期でリーチかけてもいいね、1枚出てるからちょうどいいでしょ。いやここはイーマン短期でリーチに行った。これでチーマンがツモ、前原のツモはピンズチローピン、これはローピン切りでしょう。出上がりができない形にするのか、できる形にするのか。じゃあ3ピン切る。瀬戸熊の町はイーマン、3ピンの方がいそうなんだよね、山に。勝負どこですね、面白い。いや、藤崎天杯カンチーマン、カンチーマン山には残っていない。流派はでもリーチかけたよね、藤崎も。パーマンが現物、今通ったところ。今回だけリーチかけたりしてね、バーチャーあんまり良くないけど、カンチーマン順からでしょ。カンチーマン順からです。モチンコだもんね、あの他2人が。リーチ行った。いや、リーチに行った。さあ四者天杯の勝負どころ、大井がどう出るか。大井の天杯はチーマンとスーソー、このシャーは2枚切れ、うん、瀬戸熊イーマン短期、このローピン、前原ローピンに受けていれば。あ、そしてこのツモはこれは切っちゃうでしょ。これはリャンマンの缶が入っている、うん、イーマン瀬戸熊の上がり。だからローピン助けたら逆に打ち込みになったって。そして裏ドラが乗った、リーチイーペーコー、裏裏8000は9200の上がり。面白い曲でしたね。いや、瀬戸くま見事な上がり。前原も3ピンかローピンの選択で上がりがあったってことですね。そうですね、僕3ピン切るかなと思ったんですけどね、はい、で上がり聞いた方がいいかな。あ、で上がり聞いた方がいいと思います。瀬戸まだ考えてるから、まあ、しかし上がった瀬戸熊も3万切りから E 万に照準合わせていったのが見事ですよね。そうですね、はい、さあ3万点超えて南三局、ね、手が震えてる。親は瀬戸熊、ドラはローピン。誰が瀬戸熊さん結構いいですよ今。いや、気合が入ってるんですよ。気合入ってますね、いいですね。まあ確かにマイナス40ポイントの瀬戸熊からするとこの親は一つの勝負どころですよね、うん、かなり大きな割れですもんね。ラス食ったら多分ね、ダメだと思うんだよね。さあ親の瀬戸熊はシャーがトイツ、ドラのローピンが1枚、うん、あんまり形は良くないですけど、この親はすごく楽しみですよね、はい、本当に。さあこちらは前原関数層引き入れる藤崎白が重なる。ここは想像のカンちゃんを払っていきます。本一の渡りも見たか。少し苦しい手牌、瀬戸熊若干しごろも見えます。ここは9ピンの統一落とし。
前原二面詰めが完成。しかし打点がなかなか追いづらい手配となっています。ここはいいピン切り、さっきのローマン、あ、ローピン、あ、はい、頭をよぎるよね、うん、お、馬入ってましたね。さあ瀬戸熊カウマ引き入れた。前原もこれでイーシャンテン、ここはシンプルなイーシャンテンに構える。藤崎マンズの本一に一気に向かうか。ウーピン切り。前原は自局親なんでどうですかね。もう一回例えばシャンポン待ちでもリーチ行くのかな。いや、あの危険を起こさないんでしょ多分。そうですかね。あ、ここで無理してここで役割転廃、これなら行くかな。サブローマ待ちリーチに行った。リャンピンパンピンのバッタで行って、やっつけられたらもうどうしようもないもんね。藤崎3番がアンコになりイーシャンテン。これ3番はもう山にはない。ローマンが2枚残り。瀬戸熊もここを攻めていくか。ひとまずシャアのトイトとしからローマン一発も。どうなってんですか、これすごいな。しかしリーチ一発もピンフ1300-2600の上がりです。こんなに簡単に上がれるのがすごいですね。結構ダメージ大きな報酬だと思いましたけどね。いや、でかいでしょ。そうですね、上がりと報酬だから、リーボ入れて17000点だもんね、はい、本場も大きかったですからね、うん、ああ、その他に本場があるんだ、はい、4本場。あれは感じ、ちょっと顔が赤らんだ雰囲気あったけどね。さあ、そして第2節3回戦はオーラスへと入ります。南四局、親は前原、ドラは初、まあ、順位も大事だけど、だあの素手も大きいからね、これね、馬が515だから。さあ、こちらはシャーチャー王位の手配、マンズで一面つ完成している。前原はもう一回上がりたいよね。そうですね。瀬戸熊トップはハネマン、ハネマンが必要、はい、ここは瀬戸熊2着にこだわりたいトータルポイントの状況ですよね、うん、そうですね。本人もまあ 2-1 でもいいんじゃないかっていう話をしてましたからね、はい、戦前に。2-1 でいいよ。どういうことですか、今日の2回戦を2着1着で、はい、そうですね、2着1着、はい、1着1つ絡めて2着なら問題ないんじゃない、うん、まあ、それであれば約30ポイント程度は返すことができますよね。あの、要するに足切り、あの一時途中敗退ですね、はい、それだけなければ、うん、さあ、藤崎早くも役なしながら天敗が入りました。カンチーマン、どうでしょう、藤崎はここは2着にこだわるところではなさそうですか。うん、自然にね、闇手の上がってもいいかなってとこじゃないでしょうかね。やはり怖いのは前原の連チャンと、はい、上は離れてんでしょ。まあ、そうですね、6400差ですので、1300-2600であれば2着浮上です。まあ、一応2着は狙っていくだろうけど、はい、ダメなら3着でもいいって感じじゃないですかね。いやー、ツモの着方がなかなかちょっと工夫しづらい順番できますよね。今だってシャーギルもあったんでしょ。ありました、ありました。あれじゃちょっとテンポ足んないから、うん、2着のテンポ、まあ、3着同じの構えでしょうね、おそらく。おそらくね、これはあれじゃない、無理しないで2着なら2着でいいってことだもんね、はい、さあ、前原のつまろう。そう、ここはピンフに向かうのか、トンを生かしに行くのか難しいね。ひとまずチーマンパーマン打つ手もある。3種類ぐらいあるよね、スーソーウーソーもありますからね。スーソーウーソー、3ピン、スーピン、トン切りもあるじゃん、チーマンパーマン、どれを切ってももうおかしくないというところ。ここはリアウピンのターツを払っていった。スタンダードはとん切り、うん、そうですね。さあ、藤崎は想像の一通の変化を視野に入れた。トンの仕掛けはどうなんでしょう。これ前原最高打点を見たということですか。そうですね、リーチかけてトン、いいペーコー、そうだね、
わあ、ちゃんが怒った。すごいなこれは。こういうとこがね、うん、俺らだったら引くの。サブロッソを待ちでリーチに行く。三蔵かローアンだもんね。この辺の感性はすごいな。さあ藤崎どうするか。ここはチーピン、筋のチーピンを打つ。ドラの初、これで大岩この曲は撤退となるか。しかし9ピンから打ち出していった。前原のツモは見えない。ここは2ピン、まあ、数層嘘を払っていればということには。ちょっと腕難しい、はい、腕も太いから見えないから、まあ、数層嘘が一番払いづらいターツですよ ね、うん、ね、いいペーコーの違反がありますし、でもトン切るのも普通だけどね、うん、はい、トンを切っていればここでピンフ高めイペコの転配、はい、そうですね、間違いないのはトン切りだったと思ったんで。さあ藤崎転配ですが、ここは急走2枚切れ、多い勘違い層引き入れる。あのトッペの上はもう行かないですからね、うん、絶対、まあ、ね、両面立つの払いですからね。前原いくら具形リーチが多いって言ったってこの両面立つだから、ね、勘ちゃんはねえだろう、勘ちゃんはもうほとんどないと普通は考えますよね。さあ瀬戸くん、チーピンは通っているがウーピンは通っていない。ここは何を打つ。ドラの初おつもぎり。ロウソが1枚生きてるの。ないんだ、ロウソはないのか。ロウソないですね。三蔵が生きてるだけ。三蔵が1枚残り。瀬戸熊いいシャンテン、うん、みんなやっぱ気合い入ってますね。あの手配が見えなくなりますもんね、それだけ集中してるってことですね。おっと、テンパイ復活、関数マン。さあ多い関数マンでテンパイ、結構強いよこの関数は。何ですか。いや、あの 枚数があるんじゃなくて生き返った、あのテンパイ、数万2枚残りテンパイだから、うん、ピョコッと上がれる可能性があるんだよね。さあマンズはかなり打ちづらい。ローピンは中筋、これローピンかな。ローピンでしょう。サンパーマは打ちづらいもんね。そうですね。初が2枚、初3枚切れとなった。ローピン切るんじゃないの。これローピン切り、まあ数ピン三ピン切ってのリーチですから、ローピンはかなり通りやすいところですよね。はい、まあ多いもどの両面かなっていうのを探ってると思いますよね。数ピン三ピンの両面払ってもっと強い両面かなと考えますからね。はい、さあパーピンが今通ったところです。ローピンも現物となっている。両層パーソーも通っている。ここは三ピン切り。大井の妻はイーマン、これは打ち出す無筋。やはりイースーマンよりもリャンウピを残すであろうということですか。と思います。そうですね、タンヤオが絡まなければ大した打点もなさそう、はい、3ピンも3枚切れている。ここがローピンとなるか。そうですね。瀬戸くまイーシャンテン。さあリーチの前原以外3社がいいシャンテンの状況。多い天敗復活、振り天の関連マン、そしてこのローピンを仕掛けて瀬戸熊が形式天敗を取った。形式天敗取っておいて次局万願積もありですか、はい、狙いは。いやでも瀬戸熊が親番でないところで、うん、しかもツモ番を残して形式転配、ちょっと私初めて見たかもしれないですよね。それだけ入ってるんですね、珍しい。まあ親番だったり最後のツモ手番ならあるんですけど、間違わってますからね、うん、うん、俺も珍しいな、初めて見たもんね、うん、はい、あと次の曲のこと考えてんだろうね。さあおい、これは転配維持できないか。これはもう全くできない。E1 でしょ。共通安全牌がない。いや E1 が
瀬戸熊にはまあ通っていませんが、かなり通りそうな範囲ではあります。まあ、多いとしても、ね、瀬戸熊の狙いがある程度分かってると思うんですね。配定なの？そうなんですよ、はい、だからまあでも配定で補充してもこれ逆転の打点はちょっとなさそうですよね。ドラが切れている以上、いや E1 でいいんじゃないのかな。 E1 で補充する分にはトップが決まりそうではあります。あ、これ配定で当たってくれというパーソーだったんですね。瀬戸熊の2着を取りたいという心理を見て打ちに行ったか多い。そうですね、これはクレバーな選択か。打ちに行ったか、うん、でも E1 も当たる可能性あるから、E1 はね大丈夫なんですよね。数番が直前通ってますからね。あ、そうですね、はい、だからまあ本当にそうですね、はい、あとないんでしょそれほど。うん、E1 が打ってたけどその瀬戸熊の狙いをうまく汲み取って、はい、まあ何もないもんね、はい、ドラがないから。そうですね、はい、はい、ということで第2節3回戦はトップに多い、うん、2着瀬戸熊、3着藤崎、4着前原という結果となりました。